AS4 型は、リュディノフスキー機関車工場によって開発、製造されたモーターカー。製造当初は AS3M 型という形式名だった。この項目では関連する形式についても解説する。作業員輸送や資材輸送、保線機械を牽引する動力者として用いられる形式。車体は両運転台式で、車内には 座席の他に折りたたみ式テーブルや手荷物が収納できる棚が設置されている。車内に1機搭載されているエンジンは、ヤロスラブリ発動機構上製の12機筒 V 型4ストローク機関のヤムズ -240、D 型が用いられ、トルクコンバートと二足ギアボックスを含んだ、油圧変速機によって車軸に動力が伝達される。車軸には、バネ式喧嘩装置や、 振動抑制装置が備わっており、乗り心地の快適性向上が図られている。一軸台車を用いた二軸車として製造されたが、AS4 から050のみ、ボギー台車を用いて試作され、試験結果は後述する AS4MU 型の開発に生かされた。複数の車両による編成を組む SDP 型、モーターカーのうち、動力を備えた型運転台式の制御車は、 AS4 型を元に開発され、AS4A 型の形式名が与えられている。2000年以降製造が実施されている、大型モーターカー。エンジンや、油圧変速機は、AS4 型と同型だが、車体長が 2320mm に延長され、定員が増加している他運転台の面積も、マシュ運転時の快適性が向上が図られている。また台車も、 軸箱盛りを持たないボギー台車に変更されている。この形式をもとにしたローカル線向けの単行運転可能な機動車である a p l 1型も計画されていたが実際に製造されることはなかった。線路や車軸の摩耗を防ぐ潤滑剤を線路の内面に塗布する車両。最大34トンまでの車両を牽引することも可能である。エンジンや変速機は AS4 型と同一の機器が用いられている。ありがとうございます。